はい、下げすぎな新潟人の飲酒動画。今回はウイスキーです。トリスのクラシックというのが新発売したらしくですね。今日、先ほどコンビニで行ったらですね、おお、言ってた。言ってました。はい。クラシック。トリスを知った。ウイスキーを知った。まあ、いわゆるトリスの、なんだっけ。トリス、シリーズが結局一新されたのかな？うん。なんだっけ？昔あったのがトリスブラックじゃないし、なんだったっけ？トリスエクストラか。エクストラがなくなったんですかね。容量が 180ml で、アルコール度数が37度。度数も多分変わってねえな。原材料がモルトとグレーン。で、こちらが値段が300円ぐらいだったかな。確か300円。180ml 300円。でしたね。まあ味は多分、まずいでしょうね、と思いながらも、まあ、一応ね、買ってみたんですけど。とりあえず、ホームページ行ってみましょう。トリス。9月の15日発売。結構前に発売してた。でもトリスエクストラは、あ、まだ売ってるんですね。終売ではないのか。サントリーウイスキートリスに新たなラインナップが登場。甘く、優しく甘い香りと丸みのある滑らかな味わいが特徴です。バランスの取れた味わいは、ハイボールはもちろん、ロックや水割りでもお楽しみいただけます。これね、ブラックニッククリアよりは安かった。隣にブラックニカクリアの、700ml が売ってて、これの 700ml も売ってたんですけど、若干安かったね。うん。じゃあ乾杯。直接いただこう。うん。うん。何が変わったのかな？あ、トリスエクストラよか、ああ。あ、違うな。トリスエクストラとだいぶ味違うな。こっちの方が多分美味しい。うん。てか、トリスエクストラまずい。ぶっちゃけ。なんか、角瓶っぽいよね。なんか、劣化角瓶みたいな感じ。角瓶みたいな、スコッチの味がする。のが、トリスエクストラなんだ。うん。こっちはね、スコッチっぽさはないですね。うん。うん。甘い。マイルド。トリスエクストラの方はなんかすげえなんか香りがなんか強くてなんかこうなんていうのかな スコッチみたいな味がするんだよなんかでもこれはどっちかっていうとそんなにしないてか、そんなにしないっていうか、全然しないですね。うん。ブラックニッカクリア、と、どっちが美味しいかな。多分、クリアの方がまだクリアかもしれない。こっちは若干、アルコールっぽさがある。若干、うん。うん、若干ある気がする。うん。うん、でも、エクストラが美味しいね。エクストラはストレートに飲むとまずいんだ、これ。まあ、ハイボールにしても大したうまくねえんだけどさ。
エクストラまずい。角瓶の劣化バージョンみたいな。割ってもまずいし、ストレートで飲んだらもっとまずい。っていうパターン。これは多分、割っても大して、まずくはなんないし、まあ、うまくもないと思うけど、ブラックニッカクリアよかは、割った方が、割るのには向いてるかもね。ブラックニッカクリアはどっちかっていうと、ストレートで飲んだ方が、味がわかりやすい。多分割るとほとんど味がしなくなる。ブラックニッカクリアは。これはまだ割ったら多分、若干香りが出てくるとは思うんで、うん、そんな感じはします。うん。まあ、トリスブラックよかうまいのは間違いない。うん。誕生の背景。1946年、戦後間もない日本に生まれ、その後70年近くにわたり愛され続けてきたサントリーウイスキートリス。うまい、安い、人間らしくやりたいな、でおなじみのおなじみの名キャッチコピーの数々。日本の洋酒文化の先駆けとなったトリスパー。働くサラリーマンの心情をユーモラスに代弁した等身大のキャラクター、アンクルトリス。近年では、みんなのトリスハイボールを合言葉にしたハイボールキャンペーンなど、トリスはいつの時代もウイスキー人気を高める役割を担い、人々の暮らしに溶け込み、日本のウイスキー文化の礎を築いてきました。そんなトリスの由緒ある歴史を受け継ぎつつ、今の時代に合わせてご自宅にで気軽にお楽しみいただけるウイスキーとして生まれたのがトリスクラシックです。うん、トリスブラックよかはね、多分うまいです。さすがに。てかこれ、9月15日にさ、発売してるのに、未だに CM が一切ないっていう。CM 障害のところ、カミングスーンってなって。まあ、ストレートがロックで飲むのには、どうだろう。ストレートで飲んでも、まあ。うん。ハイボールで、トリスエクストラのハイボールがまずいとかって人向けかな？これでハイボール作って、結局サントリーのウイスキーしか飲みたくないっていう人で、なおかつトリスエクストラのとか角瓶のハイボールはまずいっていう人に向けトリスって感じ。うん。ブラックニッカクリアとね、トリスエクストラの中間のあたりだな。味はな。薄さと香りと若干兼ね備えつつ、うん、でもやっぱりブラックニッカクリアの、キレの良さというか、ね、クリアさにはかなわないけど。うん。まあ、これはこれってありなんじゃないですか。悪用として、まあ、安ウイスキーとしてハイボール要因で、まあ、ブラックニッカクリアよか安いって言うんだから、ハイウォールにするんだったら、ブラックニッカクリアかこっちの方が絶対美味しいと思います。間違いなく。うん。
ブラックニカクリアは本当にあのハイボールにしちゃうとほとんど味なくなるからね。もうほとんどあのあれだ、ウォッカみたいなレベル、ほとんどウォッカレベルの味になっちゃうんで、ウォッカを炭酸で割ったような感じになる。ビスコいただきます。ビスコ美味しいよね。ビスコ、ビスコ好きなんだよなぁ、これなぁ。これめちゃくちゃうまいんだよ、マジで。なんこのガキ向けになってんのかわかんないけど。しかもこのね、小ネタですけど、これね、この男の子いるじゃん。これ実は女の子だっていう話です。あれなんかそんな感じじゃなかった。確か女の子なんだよ、これ。うん。そう、これ、このイラストのこの男の子っぽい絵は実は女の子なんですよ、これ。うん。そうそうそう。そうそう、実はね、女の子。っていう小ネタね。ただね、これね、一つ欠点があって、ものすごいこぼれる。砕ける。めっちゃ砕けるな、これ。まあでも、ブラックニカクリア方式のサントリーウイスキーってなかなかなかったからね。絶対なんか香りが強かったから、変な香りがする。変な香りっていうか、スコッチっぽい香りっつうのがな、なんかスパイシーな香り、それが非常にあったんで、それがあんまりしない。ほとんどしない。のが、いいんじゃないですか。うん。うん。トリスエクストラ。ちゃう。トリスクラシック。コンビニで300円だもんね。700ml が確か。600円ぐらいだった。コンビニでも600円ぐらいだった。安いね。もうさ、この瓶だけをさ、欲しさで買ったりとかね。うん。この瓶に詰め替えて、冷凍庫入れたりするのとか邪魔になるじゃん。フルボトルだと邪魔になるから。こういう小瓶買って、んで、こう冷凍庫で、キンキンに冷やして、まあ、ウイスキーをいただくと。とか、もしくはハイボールにするにも、まあ、キンキンに冷やしといてって。いうのでもこれが300円で買えるからね。コンビニで300円は安い。うん。角瓶500円だからね。角瓶 180ml でコンビニだと500円する。高い。角瓶高え。角瓶無駄に高えよな。500円だよ。700ml 1200円だよ。スーパーで買えば。なんだよ、それって。なんだよ、それって言うけど。
これ300円でしょ？で、これの 700ml が確か650円か20円ぐらいなんだよ。650円しないぐらいなんだ、確か。っていうことを考えると、これもめちゃくちゃ高えなと、は思うよね。だってこれ2個買えば 700ml のやつ買えるんだから。360。いわゆる倍高いってことだよね。360だからちょうど倍高いってことだよ。ぴったんこ倍高いってことです。これ本来だったら180ml これ150円ぐらいで。150円の計算だよ。その 700ml 計算で。まあね。まあそれは仕方ないです。まあでも個人的に関係ないけど、この瓶の良さで言うと、俺が一番気に入ってる瓶が、これなんですよ。ビーフィーター。ビーフィーターのミニボトル。あ、これ 200ml か。ちょっとでかいね。20ml でかいんだけど。これ口が、これよか、でかい。でかいんですよ、ほら。1.5 倍ぐらいでかい。から、詰め替えやすいんで。そのために俺買ったの、これ。ジンをよく飲むから、ジンを冷凍庫に入れとくでしょ。その時に、いちいちこういうの、まあ、いるなぁと思って、ミニのガラスのボトル。これは重宝します。これはハイボールだな。これストレートでここまで飲んだけど、まあ、かなり飲みやすいは飲みやすいんだけど、やっぱ若干サントリーらしさがあるね。やっぱり、ね、若干このスパイシーな香りが、なんでこれコクつけたの？若干スパイシーな香りが、するよ。若干、ね、まあ普通でいいんじゃない？ 1、3、2、3です。ご視聴ありがとうございました。